七里です。今日から今日から7時になりました。おめでとう。おめでとう。どうなるかわかんないけど。おめでたくはないよね。そう、おめでたいだろ。おめでたいでしょ。だって自分が怠けてただけでしょ。違う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 。怠けてないんだよ。遅らせてただけでしょ。遅らせて、まあ、いろいろね、理由があってね。はい。はい。というわけで。というわけで。今日は何ですか？あ、待って。やるの挨拶。やってないよ。忘れてたよ。やりたいですよ。わかりました。せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。ショータです。よで、少量です。はい。今日は、僕がずっと、うん。やりたいと思ってたやつです。なんでしょう。スクショ大喜利。よーい。はい。スクショ大喜利ね。はい。うん。というのもですね、うん、僕らのこの YouTube は、うん、スクショを認めてます。うんうんうん。っていうのは、まあ僕らの宣伝でもあるし、うん、まあ普段使っていいよみたいなやつ使ってるんですけど、うん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 、たまにね、Twitter をつぶやくと、うん、なんかスクショで返してくれるの、ね。見たことある？そうそうそう、見たことある。ある？うん、あるある。俺さ、なんかあれ、なんかよくさ、適当につぶやくのよ、たまに。あの、うん、Twitter とかさ。うん、で、辛いもん好きだよとか言ったらさ、うん、なんか新事実っていうスクショがあってさ、はいはいはい、はい。それよく使われるのみ。あ、そうなんだ。それよく使われてる。あ、もうよく使われてるやつもあるんだ。あるあるある。何個かある。すごいよね、うん。なんかそこを取って、そう。保存してくれてるわけでしょ？そうそうそう。見てくれてる方が。そう。そう。で、もともと、この企画はずっとしたいなと思ってて、うんうんうん、ちょっと温めていたんだけど、うん。うん、今日やりましょう。やい。スクショ大喜利が何なのかというと、うん、僕らのツイッターで、うん、3つのお題を出したんだよね、うんうんうん、それは大喜利してくださいって、うん、まず1つ目が、うん、高校時代ずっと好きだった人と10年ぶりの再会、うん、あって思いがけず放ってしまったあなたの反応はが1つ、うん、でもう1つが、あるカップル YouTuber が SNS で大炎上何をした、はあはあ、うん、うん、3つ目が、うん、今まで隠していたことがあるお父さんに言われた衝撃の一言は、うん、を3つ僕が用意しました。なるほど。で、思ったんだけど僕これさ、うん、作っといてさ、うん、自分たちがさこれに合うことをさ動画内で言ってるかどうかっていうのがあるじゃない。うん、もう全然記憶にない。そうそう。で、これらに対してそのスクショ1枚で大喜利をしてください。うん、すごいね。難しいね。ほんと？うん、うんね、だからこれに合うことを、うん、みんな持ってきたのか、もうこれはね、もう僕らの技量じゃありません。うんうんうん。そうね、見てくれてる方の人任せよ。チョイスの、まあ、センスだよね。うん。もしこれが面白くなかったら、まあ、僕らのせいではありません。そんなんでいいの？いや、もともと発してるのはうちらだから。そうか、そうか。そうだ。うん、というわけで、うん、やって、行きましょう。イエーイ。終了。どんぐらい来たんだろうな。これ、何？募集してたの？してました。というわけで、まず一つ目が、はい。高校時代ずっと好きだった人と10年ぶりの再会あって、うん、思いがけず放ってしまった、うん、あなたの反応は、見てみましょう。うん。わー、来てるね、来てんね、来てんね、来てんね。いろいろ来てるよ。高校時代ずっと好きだった人と10年ぶりです。まあ、久しぶりに会って、うん、全然会ってなくて、うん、見た時の、うん、思いがけ反応を言っちゃったこと。ああ、なるほどね。あ、ちょっと待って。俺面白いの見つけた。あ、ほんと？あ、で、これ最後、それぞれ各部門で金賞を決めるので、うん、1位を決めるので。うん、じゃあいいよ、お願いします。はい。うん。それについてね。うん。あなたの胸の中で寝たいの。何があったの？まあ、ずっと思い続けてて、ね、10年ぶりに会ったらもう。もう寝たいんだよ、いいね。いいね。いいね、いいね。スッと入っていく感じ。うん、そうね。あー、いいな、うん、ちょっとどんどんいい。俺もちょっといい？いいよ。ずっとね、うん、高校時代ずっと好きだった人と10年ぶりの再会、はい、あと思いかけず放ってしまったあなたの反応は。うん、はい。ちょっと話しかけないでほしい。いや、もうね、もう違うんだよ。うん。もう、好きだったけど。思ってたのと違う。気づいちゃったんだ。変化、10年の変化怖いみたいな。そういう感じになるかもしれない。いいね。うん。ちょっと待って、どうしようかな。もう一個いい？あ、うん、いいよ。まあ、10年ぶりに会ったね、はい、友達の、はい。いいよ。はい。中くらいさせろって話よ。
潔い、潔い、かっこいいわ、もう、もはや。もう、チューさせろよ、みたいな。10年待ったんだよ、こっちは、っていうね。10くらいさせろよ。いいんじゃない？俺好き。ね。好き。そんぐらいでいてほしい。うん。もういや、面白いね。すごいね。いろいろ。俺もいいじゃん。うん。次、いきますね。10年ぶりに会って、うん、まあ、高校時代から10年ぶりに会ったから、だいぶ、まあ、28とか、うん、まあ、大人、うん、で、合格です。しかもさ、俺さ、これいいなって思ったの、スーツちゃんと着ててさ、絵がね。そう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 、ちゃんと合格ですっていう、うんうん、どこから目線か分かんないやつ。確かにね、うん。まあ、合格だったらいいよね。想像してた通りの、なんかまあ、10年後、ちょっとダンディになってたりとかさ、ちょっともっと男前になってたりとかさ。でも言われたくないけどね、なんか、目の前で合格ですとか言われるの嫌だよ。確かに。超失礼だよね。合格っつ。うん。もう俺なんかちょっと、こういうのしかさ、出てこないんだけど、10年ぶりにね、好きな人に会った時の、あなたの反応。塩。いいね、直球じゃん。もうしたいんだ。もう、その欲しかないんだ。だってもう10年ぶりの、10年の、埋めなきゃいけないから。そうよ、もうずっと悶々としてたわけよ。会えずに。はいはいはい。それでもずっと好きだからね。うん。というわけで、こんな感じですね。うん。うん。面白い。面白。ひょにょ。いいね。いや、すごいね。よくみんな動画の中からさ、うん、いろんなものをさ、こんな発見してくるよね。そうだね。じゃあ続いて。はい。続いてが、あるカップル YouTuber が SNS で大炎上、何をした？です、うん。はい。じゃあ行きましょう。これもなんか、たくさん来てんね。そうだね。あ、どうしようかな。いや、ちょっと待って、これはいいわ。ほんと？いい。いけよ。いいよ。まあ、カップル YouTuber が大炎上、うん、何をした？うん。もみもみ。もうそれはアウトなの。それは、どこ、なんか一応ね、これ、SNS っていうくくりにしたのかな。それも YouTube で何かした。インスタで何か発言をしたとか、まあ全部をくくりにしたのに、あえて。まあ、もみもみはどの分野もアウト。ダメなのね。ダメですね。ちょっと。いいよ、どうぞ。YouTuber がね、うん、カップル YouTuber が大炎上、うん、何をしたか、うん。はい。いや、わかんないです。なんで大炎上したのかわかってないの。なんか、昔のものが出てきたみたいなさ、そういう感じだね、これは。そうそうそう。でもわかんないのよ、正直。わかんないのよ、うん。何が炎上したのか。なんだぞ、どうでもなんかさ、バズる時もそうじゃない、うん、なんでバズったのっていう時あるよね。ある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 。ちょっと、いや、ちょっとわかんない。そう、わかんない。あ、もう一個あった。いいよ。YouTuber が大炎上何をした？うん。はい。完全に下ネタ。いや、まあ下ネタはちょっとね、まあ好きだけど。うん。好き。好きよ。好き、僕も。みんな好きよ。好き。まあ、嫌いな人いないよ、うん。でもまあ、一応ね。うん。ダメなんですよ。そうそうそう。動画すぎるとね。そう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 。そうみんな好きだけどね。そうそう。どんなし、完全に下ネタ、どんな下ネタをしたんだって。大炎上するぐらいの下ネタってすごい。うん。あいいよ。どれ ?YouTuber が大炎上。うん。うん、いいうん。じゃあカップル YouTuber が大炎上。うん。うん、それを、理由は？お逮捕。これはちょっとね。まあ、うん。そりゃね。うん。それは炎上するよね。そりゃね。うん。シンプルでいいよ、うんうんうん。いいです。俺は好き。でもあれだよね。ある程度の、うん、なんかちょっと知名度がある YouTuber じゃないと逮捕されたからってさ、そんなに大炎上しないじゃん。まあそうだね。まあそうだね。でも結構逮捕されるからな、最近。誰の話してる終了。いいね。うん。あ、ちょっと待って。いいの見つけました。何？なんかその逮捕に似たような感じだと思う、多分。まあ何で大炎上したか。うん。今年39なのよ。じゃあこれが誰がいいかというと、多分この格好で不審者と思われたの。そういうで確かに。この格好してるからもうね、うん、それはちょっと、ちょっと、ってると、多分。
なるわ。うん。面白い。うん。いや、すごいね。うん、すごいですね。いやー、よく探してくれたよ、みんな。うん。ひょにょ。次行きましょう。うん。もう最後ね、三つ目。三つ目。今まで隠していたことがあるお父さんに言われた衝撃の一言は？あー。はい。これ結構俺期待してんだよな。お父さん？そうそう。で、うちらの動画でさ、うん、なんかお父さん的発言がそんなあると思って。確かに。あ、じゃあ僕からいきます。うん。まあお父さんに今まで隠してたことがあるって言われたんでね。うん。うん。宇宙人が心配してくれたのよ。ちょっと、どうなの？なんか、なんとも言えないよね。もうなんか。え？ってなるよね。どっち？みたいな。なんか何言ってんの？お父さん。ボケてんのか、本気で言ってんのか分かんない、この感じ。いいね。うん。ほら、ちょっと面白いなった。うん。なんだっけ？今まで隠してたことがあるとお父さんに言われた衝撃の一言。うん。なりきんには慣れてない。いや、まあ、見ればわかる。見ればわかる、それは、うん。でしょうね。この生活を見れば、まあ、でしょうね。そうだね。まあ、言わなくてもね。実は、隠して買ったことがあるんだ、つって。なりきんには慣れてない。おぉ。へぇ。だ、でしょうね。面白い。あ、あったわ。え、はい、よ。隠してたことをね、うん、お父さんから、うん、衝撃の一言、はい、はい、不倫なんかしてないです。おこれ全然嘘だよ、ね、いや、そっか、嘘ね、なんかよくアニメであるさ、なんかえ、嘘なんてついてないからっていうその、あの嘘そう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 、不倫なんかしてない、俺は不倫なんかしていない自分からね、申告しちゃうあたりがもう不倫してんのよ、それだ。そうそうそう、ずっと隠してたけど、俺は不倫なんかしてない。なんかしてなかったらなんで隠してんだって思う。そうね、そうね。もう一個いい。うん。隠し事をしてたお父さんから言われた衝撃の一言。何？スキップができない。あ、衝撃。衝撃？うん。お父さんどんだけなんかトラウマだったんだろうって思うよね。そのスキップができないことを。なんか、めっちゃつまずいて、転んじゃった、みたいな。あの、恥ずかしくて。恥ずかしくて嫌だ。俺がスキップできないなんて言えない。もしくは、子供が、すごいもう体操選手とかね。あ、そう、実は、すごい運動神経がいい子供なのに。だめっちゃ教えてきたんだよ、ずっと。あ、指導とかね。指導してきたけど、ああ、私は実は、うん、スキップです。では、でも息子は金メダル取ってんだよ、みたいな。そうそう面白い。いいね。うん。あもう、めっちゃある。いいどれどれ言って。どれ写真集出すわ。しかもさ、多分さ、このメイド服で出そうとしてんの。いや、ちょっと止めるよ、僕は。お父さん、お父さん、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、もう、やめて、もう、ね、メイド服はやめて、みたいな、なんかもう。自作なのかな、自作の写真集なのか。意外なところに需要があるかもしれない、もしかして。あ、俺もいい？うん。今まで隠してたことがある。うん。うん、グッズ今週発売決定。今まで隠してたことあるんです、実はお父さん。何？実は、自分のグッズが発売されます。自分のなのね。お父さんのグッズが販売されるの。そうじゃない、これ多分。そういうことか。この顔はそういう顔してるよ、多分。ね。うん。確かに。で、ね、子供は、みたいな顔。みたいな。グッズグッズ、へぇーって。でも否定もできないからさ。うん。なんかもう。いや、すごい秘密だよね、それ。いや、すごい。いや、もう。いや、すごい。面白い。いや、もう強いね。うん、やっぱ、普段からさ、うん、僕らがツイートしたことに関してのリプをめっちゃ送ってくれててさ。うんうん、やっぱ強いわ。いや、強い。強かった。うん。うん。いや、面白かった。終了。で、ここから、はい。各部門の、うん。1位を、はい。金賞か。を決めようと思います。よっ！じゃあ、まず1個目ね。高校時代ずっと好きだった人と、10年ぶりの再会、うん、会って思いがけず、放ってしまったあなたの反応は？じゃん！中くらいさせろって言う話よ。もう、
あの、単純に潔かった。そう。あの、もう、埋めてくれよ、10年。うんうん、っていう気持ちが溢れて、うん、もう、10ぐらいさせろよっていう、その、強気俺は応援します、ね。こんだけ、こっちは10年待ったんだよ。待ったんだから。10くらいさせろよ。そうよ、そうよ。これ面白い。いいね。うん。これ、金賞。はい。はい。じゃあ次。うん。あるカップル YouTuber が SNS で大炎上、うん、何をした？はい、今年39なのよですもうこれはね、もうこの園児の格好でね、もうこれ、まあ、YouTube 多分撮影してるから、うん、まあ、あの気合い入れて撮影はしてんだけど、うん、あのちゃんとわきまえてみたいな、うんうん、ね、それなりにちょっとあの場所を選んでこの格好するなら室内で、うんうんうん、外は多分もうね、うん、ちょっとってなるから、うん、っていうあれでした。39なのにこんなことして、そう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 、なんか見るに耐えなかったのかなそうね、ちょっと炎上するくらいだから、そう言われるんだろうね、きっと。気をつけよ、気をつけよ、もうそうよ、これは本当に下手したら俺らがあり得る話だから、そうよ、大炎上しないように、そう気をつけよ、うん、これはもう外ではやめよう、この格好は。うん、外でやったら、ね、捕まっちゃう。そうね、そうね、うん、じゃあ、いい？いいよ。じゃあ、最後、はい。今まで隠してたことがある、うん、お父さんに言われた衝撃の一言は？うい。せーの。じゃん。はい。グッズ、今週発売決定。そう、いいね。じゃあ、これ、いいよ、うん。いや、もう、これはもう、あれだよね。もう、顔が物語ってた。もう、恥ずかしくて言えなかったんだけど、実は、グッズ発売されますっていう。それで、子供が、へえ、みたいな顔してるのが僕は好き。うん、お父さん、これ、何してる人なんだろう。そうね。すごく気になる。だから、本当は、なんか、もっと隠してることいっぱいあるんだよ。でも、とりあえず、うん、もう、近々の話だから、もう、これは先伝えとかなきゃっていう気持ち。多分、なんか、今後迷惑かけるかもしれないみたいな、うん、が良かったね。なんか地下アイドルとかしてそうな感じ。そう。お父さん地下アイドルだったのみたいな。いやすごい、素晴らしい、面白かった。面白かった。ひょにょ。もう今回はこれね、リプをいっぱいしていただいて、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。想像以上にたくさん来てた。うん、また好評ならば。うんうんうん。そうね。第2弾。第3弾もあるかもしれない。それはちょっとね、高評価をしていただければ、うんうん、嬉しいです。で、しかも今日は19時投稿の、そうね、初回なので、うん、大事、大事よ、大事よ、楽しんでそうね、いやでも全部ね、面白いのよ俺さ、これも、これも良かったな。何？高校時代好きだった人と再会、いや誰って言っちゃうあたり、あれよね全然違う感じになってた、ね、そうね、いいね、うん、これもうみんながハッピーになれるね、この企画は。そうね、そう、誰も傷つけないもうスクショ、今後も撮っといてほしい、うん、ぜひ。そうそう、いろんなところのね、うん、うん、使えそうっていうやつ、その方が僕も編集はかどります。ここ使ってもらうために作ろうって思える。あ、確かにそのうちこれ LINE スタンプ作れんじゃん。そう、確かに売ろうぜ